1ラウンドか2ラウンドで KO します。めちゃめちゃ自信がありますね。海外で戦うことも視野に入れてるので。まずオフィシャルから質問です。大会まであと2日となりました。現在の心境を教えていただけますでしょうか。試合がすごく楽しみです。ありがとうございます。改めてになるんですけれども、対戦相手の印象というのを教えていただけますか。すごく素晴らしい選手で、頭が良くてオールラウンダーの選手かなと思います。ありがとうございます。それではそのオールラウンダーな相手とどんな試合の展開になるとイメージしているか教えていただけますでしょうか。1ラウンドか2ラウンドで KO します。今回特にそのメンタル部分で何かこう意識されたことってありますか。メンタルは特に変わらないですね。とにかく不安要素を全部なくしていい状態ができてるんで、その自信があるときって絶対そのメンタル的にもすごく余裕ができるんで、今回はめちゃめちゃ自信がありますね。ちょい意識で の英語のメッセージの話がありましたけど、あれちょっと振り返っていただきたいんですけど、あれっていうのは場を盛り上げるために意識したことですか。それともその通常は通訳といいますか柏木さんの言葉をこう通しながらの部分があるんですけど、そうではなくて自分の言葉でアーチェレートに自分に何か訴えかけたいとかそういった気持ちがあったんでしょうか。そうですね。今後海外で戦うことも視野に入れてるので、その準備じゃないけど試しにやってみたっていうのと、普段海外のみんなと一緒にいるんで、なんだろう、その英語で少し理解ができるようになってきてるんで試してみました。まだ全然なんですけどね。海選手が思いますその王者になるための必要な要素っていうのは何になると思いますか。技術的にも気持ち的にも全部強さが必要かなと思います。アーチェレタっていう選手が本当に世界的にも素晴らしい選手だと思うし、実績もすごいんで、なんかベルトを取ることっていうよりもその選手に勝つっていうことが、自分の選手としての価値を上げるかなと思ってるんで、そっちが大事だと思ってます。朝倉選手は日本人選手として、日本人選手が、英語をしゃべる選手に対してこう英語でこう調和したりするのって非常に珍しいかと思うんですが、そういったものがアーチュレッタ選手に精神的に響いたりおいおいこう役に立ったりとか、そういう戦略として一つ今後使える武器になると思いますか。いやー、どうなんですかね。でも、もし今回は日本ですけど、もし僕が海外に行くとしてトラッシュトークをするなら英語でやる必要があると思っていて、なんで、そのための練習じゃないですけど、そのためには必要かなと思ってます。